小野田さん、返信動画の方ありがとうございます。いや、小野田さんの動画やっぱりね、30分にわたるものを見させていただきましたけども、やっぱついつい引き込まれちゃいますよね。やっぱこういう同世代に小野田さんみたいな方がいらっしゃって、そしてね、先頭を走っていただいているということで、非常に頼もしくも感じますし、その小野田さんにね、気にかけていただいて、まあ、友人の一人として数えられていることに、まあ、底知れない誇り高さを感じちゃいますね。本当にありがとうございます。今回吉谷さんと一緒にこの思考は現実化するみたいなテーマでね、まあ、生意気にも話させてもらいましたけども、いや、私ね、こういうふうに考えてるんですよ。人間の体ってほとんどが水でできてると言われています。で、だん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 その水分を含んだ体っていうのは、生まれた時はまあなんかね、 70% 以上の体の中に水分があると言われてるんですけども、だんだん年を追うごとにね、水分が抜けていって、今私たち40代50代60代この辺りですか、だいたい水分っていうのは 60% とか 50% 台に落ち込むらしいんですよ、うん、で、この話をちょっと前提に聞いていただきたいんですけども、人間の体が水でできているってことは、水って波紋を伝えますよね、振動を。で、脳で考えたことってのは脳波なんですよ。だから脳で考えたことってのは振動ですから、その振動が自分の体に全身にくまなく行き渡りですね、もっともっと思いを強くすると、その思いってのは大気中を通じて他者にも伝わっていくんじゃないかなと思うんですよ。だから周りの人に影響を及ぼすことができるんではないかなと思います。まあ、そういうふうな概念が一つあってですね、だからこそ年を取るに従って人に与える影響はどんどん弱くなる、もしくは他者から受ける波紋影響も弱くなるのかなと思ってるんですよ。そうなると健康を保つことって水分を保持することとかにもすごく近くなってきてね、自分の思いをさらに強く振動させて周りに伝えるため、周りからの波動をしっかりと受け取れる、そして体に取り込めるようにするために、健康体ってのは非常に重要なんだなと思います。もちろん脳がいつもストレスにまみれてるんじゃなくて、楽しくていつも新しいことを受け入れようという気持ちになるのも非常に大事なんですよね。そして学習すること、インプットすることっていうのは、取りもなさず自分のその振動が滑らかに行えるようなトレーニングでもあるのかなと思うんですよ。小野田さんがすごいところは、学習もそうなんですけども、いろんな経験をフットワーク軽くされてるってことなんですよね。このコロナ禍でもセミナーガンガンやったりとかね、あっちこっち行ったりとかね、とにかく行動を惜しまないところ、これはね、私にはかなわないところだなと思っております。もちろん叶わないからといって敗北宣言をして、はい終わりってことではないです。少しでも近づくために私も日々ね、行動しなきゃ、小野田さんのことを意識しない日は一日もないわけですよ。いつか小野田さんみたいに喝采を浴びたいなとかね、輝かしい壇上に上がりたいなとかね、ネットビジネスサミットみたいなこともね、やってみたいなとかね、とにかく小野田さんには敬意を向けるんですけども、でも追いつきたいと思う、そんな気持ちもあって、まあ私のね、憧れなんですよね。これは吉谷さんとはまた違った憧れなんですよ。吉谷さんにはなんかね、若いもんにはまだ負けんぞみたいなね、吉谷さんは10歳下ですから、こんな若いもんに負けてたまるかみたいなところもあったり、なのに10歳も下なのに多くの成功者を生み出していて、すごいなと思うようなね、そんな憧れとちょっとの嫉妬心と敬意も捧げるんですがね。まあでも小野崎さんにはまたね、別の理想的な40代50代理想的な同世代の姿を見ています。年を取れば取るほどといったらね、表現はちょっと寂しいんですけども、でもね、年を取れば取るほど枯れるんではなくて熟練していく、まさに小野崎さんっていうのは1年ごとに若返っているような気がします。で、それに追いつこうと思って、私ね、実は今回美容整形してるんですよ。小野崎さんに負けないようにね、群馬から出てきて東京でね、ドーンとブレイクしてる小野崎さんに負けないぞみたいな気持ちで、私も美容整形にこの前行きましてね、顔のとりあえずシミを取ってみたんですよ。そうすると表情が明るくなったと私も思いますし、会う人に顔綺麗になったっていうふうに言われるんですよ。で、ここら辺にね、もう年齢特有のシミがずっと十数年にわたってあったんですけども、今全く消えたんですよ、これ1週間で。施術を受けて
1日目にものすごく顔中痛くってかさぶたになっちゃったんですけども、そのかさぶたが 2,3 日したら取れますよと、取れたと同時にシミがなくなりますよって言われてたんで安心して待っていたんですけども、本当にその通りになってね。で今6枚刃のシェーバーが気に入ってて使ってるんですよ。6枚刃ですよ。これビューッとやるとね、ここら辺が痛かったんですけども、今はねすごく滑らかなんですよ。美容整形凄まじいですね。しかも東京美容整形外科みたいな、そんなね、会社だったと思いますけども、そこに行ってみて、やっぱりテクノロジーすごいなと。こんな田舎の隅々まで東京の最先端のテクノロジーが腕利きのね美容整形の先生と共に来てるなと思うと、私もう嬉しくってね、 SNS で拡散せざるにはいられなかったですね。もちろん私は YouTube を使ってこの美容整形の実態も現場に行った時、そしてその日の施術後、2日後、3日後、1週間後までずっとね YouTube でアップロードしてますけども、まあ見てる方もね驚きのコメント出してくれました。私もびっくりしましたけどもね。この全てのね、活動っていうのは小野田さんに追いつきたいと思うばかりなんですよ。で小野田さん今ねちょっと髪もねなんか爽やかにしてます。私の場合は相変わらずのこのね二足三毛ヘアですけども、近所の床屋でやったような、まさに床屋でやってるんですけどね、そういう風なローカルスタイルですけども、これもね次はねなんか小野田さんみたいにかっこよくなりたいなと思うんですよね。まあそういった形で小野田さんからは今までも学び続けていましたし、ある意味ね嫉妬心とともに、もう小野田さん悔しいな、追いつくぞ、俺には声がかかんねえのかみたいな感じもあったりとかね、それから小野田さんのあのいろんな活動の中でね、あれなんだこれはみたいなところもあったりとかして、それも小野田さんの一面であり、そしてねあのどんな表現をしてもどんな逆風にさらされても小野田さんは走り続けているってところでね、私もいろんな批判的な意見もいただくこともありますけども、まあでもそこにねとどまっちゃいられないなと。もちろん私も360度正々堂々と正しいことばかりをできたわけではありません。もしかしたら迷惑をかけた部分があるかもしれませんし、私の言葉の影響によってですね思わぬ結果を招いてしまって、私に恨みを抱いている方もいるかもしれません。まあでも小野田さんは私よりももっともっと多くの表現をしていて、そしてねもしかしたら意にそぐわない結果をもたらしたかもしれませんけども、でもその代わり新しい成功者、新しい希望を常に切り開いていらっしゃるというところがあってね、まさに俺だけじゃないんだっていう気持ちは今も持ってます。なんかこう言うとね、なんかお互いに悪いことをちょっとしてるんじゃないかなって思われちゃいますけども、私たちもインフルエンサーであると同時にいろんな情報につまずいている進行形ってことなんですよね。これは本当に、多くの方に、まあ、言わずとも分かっていただけるんじゃないかなと思うことなんですけども、不確定要素のある中で私たちも勝負してますからね、小野田さんね。不確定要素があるからといって勝負をしないのがいわゆる多くの思考を現実化できない人だとすると、私たちはもしかしたら怪我をするかもしれないということも覚悟でその不確定要素の中をね、突き進んでるわけですよ。で、なんとか噛み破ろうとして、なぜなら私たちは進み続けるしか人生を進める方法を知らないからなんですよ。雇われてるわけではないですからね。放っておけば大きな組織の流れに乗っかっていけるようなね、ぶら下がり社員でもなければ、なんかね勝ち馬に乗ったそんなね大幹部でもないですからね。私たちはどこまで行っても後ろに誰もいない一人で勝負してます。そして自分の前には道はありません。自分が一歩踏み出すたんびにその一歩が道になり、二歩目を踏み出して三歩目を踏み出して、時にはね大怪我をして転落する、それを繰り返しながら今日に至るんですよ。でこうやって振り返ってみると、あ、もう長い道になってきたなと、ついてくる人もいるなっていうふうに気づいてるだけで、誰かを先導しようとかね、誰かの人生を救ってやろうとか、そういったおこがましいことまで思ってるわけではないんですよね。ただその時に与えられた課題に対して全力でぶつかっていくこと、そしてですね、今回みたいに私も手に負えないことがあります。そういう時、小野田さんどうやってるんですか、吉谷さんはどういうふうに解決してるんですかというふうに、この広い世の中で自分が信じて尊敬できる、そしてある意味ライバルであるね、こんな
仲間のようなライバルのような複雑で、しかもとってもね爽やかな関係を持たせていただいている方にいろいろとね教授ご教授いただくことも多いわけなんですよ。で、共通でいることは常に動画を残している、常にアウトプットをしているってことで、吉谷さんも私も小野田さんも共通してるんで、ねえねえ吉谷さん、ねえねえ小野田さんっていうふうに聞かなくても、全てのヒントがアウトプットしたものの中にすでにあるんで、もう膨大な教科書であり辞典なんですよね。しかもそれが時系列によって変わっているところもすごいですよね。時代に合わせて時に応じて変化している、そんな問題解決の方法がいつもあるというのは私にとっても非常に宝だというところでございます。小野田さんはね、私の忘れないエピソードとしては、土屋塾ってところに行って、それがまあ開けてですね、帰ろうとした時にビールでも飲んでいきますみたいな感じで声をかけていただいて、あの時給7万円男が声をかけてくれたぞと、俺もちょっと目立つようになってきたのかなと思いながら飲んだビールね、1杯500円だったと思いますけども、あそこから全てが始まりましたね。ね、いや本当にね、あそこからね、徹夜麻雀ね一緒に行ってみたりとかね、ホープ券に行ってみたりとかね、年末年始をみんなでね雑魚寝して過ごしたりとかね、さまざまな思い出がありました。ある時は私の住んでいる広島の隣のね岡山県からある青年が小野田さんにお問い合わせして、そして私とも縁を持っていつの間にか小野田さんのところに行くようになって、本の自費出版を進めるような、ね、事業をしたりとかで、いきなりいなくなったりとかね、そういったエピソードもまたね、ビジネスという大きなこの海を泳いでる時の冒険の一つだったかなと思います。振り返ってみると、私たちはさまざまな旅や冒険やチャレンジ、ビジネスを一緒にする中、そしてそれぞれを見る中で、なんかね、ますます洗練されたんじゃないですかね。私がある時、いつか人生を振り返った時に、もしね、思い出す顔があるとすれば、間違いなく小野田さんや吉谷さんそこにいるだろうと思いますし、もしかしたら私の葬式に来てるかもしれないですね。もしくは私の方が行ってるかもしれないですね。まあそう思える関係ってのは、会社員でもない限りなかなか持てないと思うんですよ。そして会社員っていうのはある意味ね、同僚であり上司であり部下であるから、常識的にお互いの人生に関わっていき、冠婚葬祭を共にするってことはあるかもしれません。でも私たちは今そういった常識的な関係ではないんですよ。自分の心が求めるようにメッセージを送り、心が求めるように足を向けて、まあ自分の心が求めるように小野田さんには、なんかね、私の当時彼女だった今のお嫁さんのマグカップをね買いに行っていただいたりとかね、こういったずうずうしいことをお願いできるのも本当にね敬意を込めて信頼しているからでありね、その説は本当にお世話になりました。あれをきっかけに私はね今の奥さんと結婚できたと言ってもいいかもしれませんし、まあ、ちょっとね話また2点3点するんですけども、私ね今の奥さんと知り合って一緒に添い遂げることがもう憧れだったんですよね。惚れた女と一生を共にするって、こんなね嬉しいことはないなと思いますし、今でも毎日ときめいてますし恋をしてますしね、本当に俺はこの人を愛してるんだなと日々思います。まあ、これはねのろけたりなんか嫌味を言ってるわけではなくて、本当にそう感じるんですよ。で、今まで私は40年間、今48歳ですけども、40歳になるまでそう思えた人は一人たりともいなかったんですよ。いろんな女性とお付き合いしてきましたし、私の付き合いの、ね、女性との付き合いの特徴っていうのは、かぶりまくるってことなんですよね。別れるのが苦手なんで、別れ話ができないまま次に行っちゃうっていうことで、重なりまくってしまうというね、そういったちょっとね、身勝手な男の本性の部分も、もしかしたら共通項があるのかもしれないなというところで、秋葉原に行った時はまたね、いろいろとお手間をかけますけども、よろしくお願いします。まあ今、秋葉原どうなんですかね。まあ今はね、秋葉原よりも新橋で一緒に焼肉食べたいなとかね、サラリーマンを装って飲みたいなところもあるんで、今度ね、小野田さんね、お互いネクタイ締めてサラリーマンのふりをしてなんか飲みに行くみたいなことをやってみたいですね。なんかね、会社の同僚みたいな感じで赤ちょうちんの下でね、存在しない上司の悪口を言ってみたりとかっていう経験も、残念ながら私たちのうちの同世代はみんなやってるはずなんですけども、私たちはできてないんでねそういう風なね
ことも楽しんでみたいなと思います。まあ、とにもかくも小野田さんといろんなね語り合いをしてみると勉強になることもお互いね本当あるなというところもありますけど、こうやってね、だからバカみたいなことをできるのもね友人としてお付き合いいただいている宝なのかなと思います。今回の動画は本当に私がね取り留めもなく喋ってるだけなんで、特に勉強になったりためになったりすることはないと思いますけども、まあでもね本当に限られた人生の中で小野田さんというね、これビジネスで成功している小野田さんと出会ったからすごいんじゃないんですよ。小野田さんはじめっていう一人の人物と私久保哲郎というね些細な人間とね、あと吉谷拓郎さんというネオヒルズでがっつりと屋台骨を支えてきたこんなね人、肩書きがすごいとか実績がすごいとかそれも確かにあるんですけども、そうじゃないこういう人と私は関係が持ってたってことに、もうね言いようもないような誇りを感じるんですよね。本当にありがとうございます。これからもね小野田さんの名に恥じないような久保哲郎でいたいと思いますし、吉谷さんがこんなやつと知り合いでいたくねえよみたいにね思われないような私でいようかなと思いますし、特にそれは拘束されるのではなくて私らしくねこれからも肩の力を抜きながら時には必死に真面目に時にはねバカバカしく人生を泳いでいく、そんなね中高年でいたいなと思っております。まあこれからもお付き合いください、よろしくお願いします。なんかねいいですねやっぱりね、本当にお疲れ様でした。これからもいろんな場面で絡んでいて来ていただければと思います。私もね小野田さんの動画勝手に作ったりします。タイトルじゃ想像できないようなねところに小野田さん出てますね。いやそれもねいつも小野田さんが心の中に住んでるってことですよ。吉谷さんもそうですけどね。ところでここからはちょっと私のねバカな提案なんですけども、最近思いつきました。そんなこといちいちやんねえよというふうな声が上がってきそうですけども、特に吉谷さんからは土屋塾リターンズみたいなこと勝手に始めてね、そこにゲストで土屋博士を呼ぶっていうのはどうですかね。そんなことやんねえよって吉谷さん方面から聞こえてきそうですけどね。今ね私ね本当にね吉谷さんの20時間ライブもそうですし、土屋塾の六本木ヒルズの土屋邸に行ってよかったなと思うことばかりですよ。いや本当にねすごいなと、俺の人生こうなっちゃったんだみたいなね、40歳になったばかりの私にね聞かせたい話ばかりですこの8年間。いや土屋塾リターンズね面白そうだなと思いましたね。麻雀もしたいですねまたね。ということでございます。本当ここまでぐだぐだと喋ってきましたけども、ご覧いただきましてありがとうございました。では続きは新橋でよろしくお願いします。